小倉競馬場第1レースは小倉大賞典、体勢整いスタートしました。人気のビーモンスターマズマズのスタートを見せています。先行争い、さて何タイプでしょうか。内からビーモンスター外を通ってはゴールドエフリックス出てまいります。内に並んでフェルバーグ、3、4馬身離れてアルナシール、内を見るようにしてイングスクローズ、内にいるのがエビバディ、シングルマン外から追う形、内に並んでウニのプレミアム、青いレッグはアドガイアビルもこの位置です。ジェイクペイシーズ着用はオンオンラバトン、そして黒いレッグはダンビズム、黄色いレッグはエンロンテン、外から追走ロングラン、内側にアハマのイタムラ並ぶ形、カテドラル追走しております。最後方からマイネルパンドン、こういった体勢です。ジョッキー間の駆け引きが非常に重要なレースとなっております。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭はここでフェルバーグ、今日の金量は53キロのゴールドエフニックス、ファンデを生かせるか。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。残り600のハロン棒を通過しました。先頭はフェルバーグ、後続との差はまだ5馬身、これを追って2番手にゴールドエフニックス、中からロングラン上がっていった、そして間からヒグルマン、第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ゴールドエフニックス、ここで先頭に立ったビーグモンスター、早くも2番手まで上がってきている。さあ残り200、単独先頭、外の方からゴールドエフリップス、ビーグモンスター、ビーグモンスター、内外並んでゴールイン、どちらが勝ったのか微妙です。勝ちタイムは1分45秒8、ゴール前接戦になりました。小倉競馬場第1レースは小倉大賞典、枠入りが完了してスタートしました。人気のビーグモンスターまずまずのスタートを見せています。先行争い、まず何が行くのでしょうか。フェルバーグ先行を伺います。ゴールドエフニックス、これを追走、半端しいほど遅れてオンオンラバトン、58キロビーグモンスター、トップハンデバが行っています。アルナシール、しっかりと折り合っている。漆黒の馬体、エビバニー、外から16番、シグルマン、続いて差がなくアドバイアビルも、内に並んでフリノプレミア、外の方からロングラン、内からエンロンテン、救済馬マイネルファンドン、外の方からイグスクロード、並ぶように内、カテドラル、競り合うようにして外、アーハマのイタムラ、そして最後方にダンビール、先頭からしんがりまではおよそ10馬身。このレース個人的に注目している馬はアルナシール。さあ先頭はどうなっているでしょう。先頭は現在フェルバーグ、4馬身ほど後方にオンオンラバトン。さあ3、4コーナー中間、後続を引き離しにかかります。残り600のハロン棒を通過しました。依然として先頭はフェルバーグ、リードは4馬身、少し離れて2番手にオンオンラバトン、中からロングラン、マイネルファンド、差を詰めてきた、そして間からヒグルマン、各馬これから直線に向かいます。ビーグモンスター、6番手まで上がってきたゴールドエフリックス、追走一頭抜け出した。続いてゴールドエフリックス、先頭はフェルバーグ、続いてゴールドエフリックス、これは大激戦、横一列固まったまま今ゴールイン、1、2着は微妙、ゴールドエクリプス、わずかに及ばず3番手までか。勝ちタイムは1分46秒3、際どい勝負になりました。小倉競馬場第1レースは小倉大賞典、体勢整いスタートしました。人気のビーグモンスター、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。フェルバーグ先頭を伺います。オンオンラバトン、スーッと後位に取り付いていきます。内側のこの位置にフリノプレミア、その外にイグスクロード、続いています。今日の金量は53キロのゴールドエフニックス、ハンデを生かせるか。トップハンデ58キロのビーグモンスター、黒い馬体はエビパニー、外外を回りましてアドバイアビルも、外から追走アルナシール、内を見るようにしてロングラン、内を差がなくエンロンテン、内側のこの位置にダンディズム、外からアハマのイタムラ、半端しいほど遅れてシグルマン、救済馬マイネルファンドン、一番後ろからカテドラル、こういった体勢です。非
火花を散らす16頭。班長はどういう思いでこのレースに臨んでいるのか。さあもう一度先頭から見てみましょう。さあ各馬ここから差を詰めていきます。残り600の波乱棒を通過しました。依然として先頭はエルバーン、リードは5馬身、これを追って2番手にモールアバドン、中からイーフクロードン、モールドエクリプス、差を詰めてきた。そして間からロンラン、各馬第4コーナーを回りました。リードオンスター、ここから前を捉えきれるか。モールアバドン現在2番手、単独先頭。2番手のモールアバドン食い下がる。モールアバドン、モールアバドン、2番手はベングローペン、モールアバドン、わずかにリード。エディポニーゴール前で差し切った。1着エディポニー、2着入線はモールアバドン。勝ちタイムは1分46秒3。勝ったのはエディポニー。小倉競馬場第1レースは小倉大賞典、枠入りが完了してスタートしました。人気のディープモンスター、まずまずのスタートを見せています。先行争い、さあ何がいきますか。ボンオンラバゴン先頭を伺います。セルバーンその内を通ります。58キロディープモンスター、トップハンデバが行っています。ここにゴールドエクリプス、今日は軽ハンデでの競馬。白いメンコはクリノプレミアム、外外を回りましてアドマイアビルも、黒いメンコはロングラン、この位置です。そのうちにダンディーグ、外からシフルマン、エディパニー、その内を通ります。内を下がらアルナシール、外よりイグフクロード、1馬身差追走。8番ベーンロッテン、9歳はマイネルファンド、並ぶように内カテドラル、1番後ろからアハマのイタズラ、こういった体勢です。各ジョッキーの意地のぶつかり合い、熱いレースが期待できるでしょう。さあもう一度先頭から見てみましょう。先頭はここでセルバーン、オンオンラバトン、ラチドイの追走。さあ3コーナーを過ぎ、先頭が突き放しにかかります。依然として先頭はセルバーン、リードは4馬身、これを追って2番手にオンオンラバトン、シグルマン、差を詰めてきた。そして間からオールドエクニクス、ベーンロッテン、差を詰めてきた。第4コーナーをカーブして各馬直線コースに入ってきました。ビーモンスター、早くも先頭を捉える勢い。さあ残り200、先頭はモンロンアマゾン、2番手のエイトモンスター、食い下がる単独先頭。ここでエイトモンスター先頭、エイトモンスター、先頭でゴールに勝ったのはエイトモンスター、2着にはモンロンアマゾン、そして3着にダンディズム。勝ちタイムは1分45秒9。勝ったのはエイトモンスター。